はい、どうもゴルプリング4です。どうもです。ようです。はい、今回は、出ましたね、キャロウェイの2024年モデルじゃないかということで、リーク画像というかね、インスタの方で出てますけど、まあここに貼っていきたいと思いますけど、パラダイム、AI スモークですか。引き続きパラダイムですか。ここに今 AI スモークついてますけど、まあ、パッと見第1位の感想、どうです。俺これね、これが正式に決まったやつじゃないかと思うんです。車がさ、テスト走行するときに、この、なんかわかんない感じでやってるのかなと思ったら、もう、これなんだね。そうなんだろうね。それはコメントにも書いてました。あ、これは未完成ですか。そうだよね。僕的にも、また、この、マーブル系じゃないんですけど、まあ、フォージドカーボン使ってるこの素材の雰囲気を、何かと、表現したいのかということはしますね。これもほら、一個もこう同じ柄じゃないよみたいなさ、補充カーボンの特性上みたいな感じだったんですけど、またそんな雰囲気なんですかというような感じです。で、ちょっと若干こう淡い感じの感じですね。まあ、パラダイムはちょっとこうネイビー青っぽい感じ、ちょっとこう光沢もある感じ、ちょっとこっちマットっぽいのかな、っていう感じはしますけど、黒、若干青、濃い雰囲気なんですかね。はっきり言って、エピックとかの頃ほどの見た目の、ちょっとこう、上がる、テンションが上がる感じはないです。一応ね、画像出てて、まあ、もう一個ずつ見ていくと、まあ、マックスだったよね。マックスが、まあ、一番ノーマルモデルになると思うんですけど、プリメーターの位置がパラダイムの、こう、きっと違いますね。側面上にあったのが、ソールの、中に、後方に入ってるっていうような感じ。まあ、これはエピックフラッシュの時とか、あの位置だったんですよ。ウェイトのさ、この、はまるところも、エピックとエピックのあのスピードとか、マックス LS の互換性があったんで、あ、いいなと思ってて。パラダイムはあれには多分入んなかったんじゃないかな。どうかわかんないけど。ただ、こっちはね、また変わってるっていうところと。ただ、MAX の方にも、スクリューウィート前の方にあるっていうのは、結構いいですね。Epic Max LS は、ウェイトがなかったよね、前の方には。そうだね。だから Epic のフラッシュのサブゼロだとあったんですよ。その雰囲気なんで、ちょっとこれ期待できますよ。形状的にもね。パラダイムの方は、さっきも言ったように、側面側にちょっとあったんで、後ろのこの下がり方とか形状の違和感が、ちょっと今までっぽくないなっていうところあったんですよ。だから雰囲気的には MAX LS とか、プラスサブゼロ、まあ、多分 MAX LS に近いのかなっていう雰囲気はします。次が、トリプルダイヤ。トリプルダイヤはもう固定のウェイト2箇所。これもだから、初代のエピックみたいな、あの感じでウェイト入れ替えられるみたいな感じ。でトリプルダイヤ、ちょっとね、ヘッド形状が、ともがね、パラダイム、トリプルダイヤ使ってますけど、ちょっとちっちゃめ。で、ちょっとこう、シェイプも結構あるし。だけど、これ、また、側面のこのウエイト、パラダイムについたけど、後方のこのソールの後ろの方についたんで、ちょっと後ろ下がってるんじゃないかな、とか。ちょっと長くなった可能性もあるよね。後ろの長さ。っていうのが長くなった可能性あるよね。っていうような感じ。で、MAX D がね、えらい長いんですよ、後ろに。で、膨らみ方もすごいんですよ。これ、だから、D って、まあ、完成モーメントも、まあ、多少、ドロータイプっていうのは落ちるんだけれども、多分、かなりの雰囲気があるかもしれないね。ある程度、完成モーメントだけど、ドローっぽい雰囲気もある。これ、ウエイト、一箇所一箇所だね。でしょうね。まあ、だから、相当、ドロー寄りな、もともとの、中のウェイトというかね、配分はあるんでしょうけど。っていう感じで、この3機種です。で、このソール前方の、ジュエルブレイク AI があったんですけど、ここで何にも書いてないので、だからなくなったんじゃないっていうのがありますけど、ね、うん。そう、見えちゃうよね。で、結構このね、前の方がちょっと厚み感がある感じがしてて、もしかしたらこの中のその柱がなくなった分を、まあ、より、強度の高いこのね、フェース周りにしたら逆にこの後ろの方の、より低いところにウェイト持っていくっていうパターンに多分なるとは思うんですけど、僕らキャロウェイトなんで、とローグモン買いましたね、最初の。
って、エピックフラッシュ、エピックマックス LS スピード、あの辺も買いました。ローグ SC 買ってません。パラダイム、一応これだけ。トリプルダイヤが友のエースです。ということなんですけど。どうですか、まあ、3機種。うん、まあ。もちろんね、同じトリプルダイヤで比較するのもありだけど、マックスも、このウエイトの感じとか見てると期待できますけど、うん、どうです？飛びは期待はしてるし、まあもちろん。フェース周りを見ても多分球を強く押してくれそうなイメージがある。うんうんうん、あとはクラウンの色が。そうだね。すごい気になる。まあ、この、ね、フェース側のこのソールの色の雰囲気からして、うん、まあ黒であってほしいなとは思いますけど、うんうんパラダイムが若干この青っぽい、ネイビーっぽいクラウンでちょっとツヤありなんで、うんうん、で、こっちはほら、ツヤ消しなのか、うん。で、ちょっとグレー磨かってるのか。とか、うん。ちょっとでもグレー、白が強すぎてもなと思うので、うん、グレーの中でもね。ちょっと黒いっぽい方がいいよっていうのはありますね。もしツヤ消しだった場合もね。うん、まあもちろん、ね、クラウンもカーボンでしょうから。うん。で、この、またフェースのミーリング的なところも多分また変わってくる可能性もあるし、うん、まあそういうところでちょっとこのフェース周りの構造っていうのはちょっと変更が見られるんじゃないかなとは思うけど、ね、だってここのカーボンのフォージとカーボンは変えようがないでしょ、うん、そんなにね、うん、だから、うん、まあ少しヘッドの形状に影響したりとかフェース周りの変更があるんじゃないかなというような感じです。純正は何ですか？ハザードスモークとかですか？ US は。スモークにかけて、US は、うん、ですか？まあ、選べるんでしょうけどね、なんとかね。うん。で、ちょうどパラダイムはこのトリプルダイヤ持ってますし、比較ができるので、勝負ですよ、来年。まあ、これ以外にも、ほら、他のメーカー、テーラーメイドも、QI 編うん。があるし、コブラも、パークスピードなんだうん。コブラもあります。コブラの方がね、いいと思います。やっぱりね、このもう一回言いますけど、ソールのこのデザインとして前に何かないっていうのは、うん、結構なんかこう、あれだね。ちょっと寂しく感じたね。うん、だってほら、テーラーもここにほら、なんか、うんうん、溝をなんか埋めてるやつあって、うんうん、まあ、プラス系というか、LS 系だったらウエイトの、こう動かせるものだったりとか、まあ少しここにこう、ポテッとしてる部分。コブラなんかももうもろですね。うんうんうん、ここに、新しいパワーブリッジ、うんまあ、ウェイト、うん。ウェイトなんか毎年変えてデザイン性出してきますから、それに比べると、うん、ウェイトのこの色だったりね、鮮やかすぎるほどの青。うん、そうね。っていうところで言うと、まあ好みは分かれるんじゃないかなと思います。うん、以上ですかね。そうですね、うん。この路線でまた来るんだね、この大理石調のやつね。なんかね、そういう感じですね。うん、まあ、そんな感じ。まあでも性能良ければ、そうですこれより飛べば、文句ないですから、うんうんうん、いいと思います。あと、まあ、打感とか、そういう部分もね、ここ最近ちょっとこう、おとなしめな打感、うん、と音の雰囲気なんで、まあ、それももしかしたら、でもこの辺ね、フェース周り変えるってなると変わる可能性もあるんで。うん、金属の面積が広くなるから。とかね、うん、量とか。ちょっと変わりそうだよね。そんな感じです。以上です。はい。まあ、楽しみにしたいと思います。はい。ありがとうございました。